スセブンとマクロスフロンティアが今一つに。マクロス FB7 俺の歌を聴け。ファイアーボンバーは解散したわけじゃない。すみません、俺の歌を聴けって言ってたから知らせなくちゃって思ったんですけど。何もしなきゃイライラするのだ。おい、彼は歌を聴かせたいだけよ。目的は何だ。次の狙いはフロンティア戦団だとでも言うのか。今でもどこかで歌っているわ。ヴァージンストーリー、君と奏でるストーリー、どんな流れたって大丈夫。見ただろう、アサラは死んだ。オズマが知った衝撃の真実とは。私の歌を聴け。10月20日全国劇場にて上映。